メントでね、はい、料理で遊んでるとか言われたくない。どうも東京大里組でーす。お願いします。今日の企画はマッカ飯を作ろう。今日はね、はい、久しぶりに田中先生、久しぶりじゃないですか。久しぶりでございます。また会えると思わなかったよ。いやー、ほんとにどこで縁切られたのかと。ということで今日はね、田中先生もいることですし、お料理をね、振る舞いたいと思いまして、その名もマッチョ飯を皆さんに振る舞います。なんか一回やった気もするんですけど。いや、そうなのよ。これなんかブロッコリー丸ごとを食べさせる。だから今回はもちろん美味しいね、けどもマッチョになれるっていう、その栄養をいっぱい含んだ料理を振る舞いたいと思います。ちゃんとするってことね。いや、もちろんもちろん。まずその作ってる人が一切マッチョじゃないっていう。それでは早速やってみよう。エビバディエビバディエビバディマッチョマッチョマッチョエビ。はい、お待たせしました。一品目はこちらです。これは何ですか？これはささみ豆腐丼ぶりです。瀬戸さん、マジでうまそうじゃない？匂いいいですね。匂いが素晴らしいです、うん、何が入ってるんですか？これはまずレタスを敷いてありまして、はい、で豆腐、はい、でもやしでささみ、うん、チーズ、うん、でちょっとタバスコをちょろっとですね。これ田中先生的にはどうなんですか？ちょっとマッチョに。いや、いいんじゃないですか。バルクアップとかね、その減量っていうよりはもうより筋肉をつけるみたいなね、うんうん、大きくするためのもの。じゃあ矢野用のマッチョ飯。矢野用のマッチョ飯。これ以上バルカップしてどうすんの。うわ、うまそう。いただきます。むちゃむちゃうまいじゃないですか。で、お豆腐も入ってるのが、これ意外と食感的に。そうですね、ご飯よりはやっぱお豆腐かなと思いまして。あ、これご飯入ってないんだ。ご飯入ってない。そうです。あ、じゃあ減量でいけるわ。あ、なるほど。俺お米だと思ってたわ。もうふざける時代は終わったと。終わったよ、もういつまでふざけてんの。ええ、いや、それはもちろん、これはもうマッチョを意識してのこの大きさですか？もちろんそうです。まあ、レタスね。まあ、レタスはレタスです。まあまあね。まあまあまあ、それはあえてね。このレタスもこうやって食べるだろうなみたいなのも全部。そうそうそう。で、食ってみたら普通だなみたいな。反応まで全部分かって、反応までも全部頭入ってますから。あ、そう。スーパーコンピューター。これ成功か失敗かで言ったら大成功。ああ、素晴らしい。最高のマッチョ飯。みんなでマッチョになろう。すみません、すみません、ちょっと公衆便所の電気のチカチカですけど。はい、お待たせしました。はい、ちなみはこちらです。これ瀬戸さん、これは夏へようこそそうめんパーティー2021。なるほど。これはまあ先ほども同じなんですけど、レタスを敷いてね。あ、レタスをベースで、はい、はい、でその上にそうめん、やっぱこの季節そうめんでしょ。はい、でししゃもを焼きまして。なるほどなるほど、はい、それでわかめを散らして、で卵めかぶを入れて、で最後にこちらの夏っぽい、なるほどね、野菜2つ乗せました。いや、もう俺やっぱシールも剥がさないとは思わなかったもん。これは、あらららら、田中先生何も変わってない。これ厄介なのは、一品目あれ持ってきて次これを持ってくるっていう。これでも栄養的にはどうですかね、田中先生。いや、わかんないよ。これはだって田中さんは言ってももうちょっとマッチョじゃないですか。これから上を目指すって時にはね、うん、やっぱ大きくしないといけないし、やっぱカルシウムも必要でしょうか、ね、なるほどね。もちろん野菜も必要って考えてこれです、うん、いや、もうバカだわこいつ。タンパク質がないのよ。やっつけのさ、卵とシシャモ少々でしょ。シシャモ少々。タンパク質、食べ方教えてくれ。つゆは何なんこれ。
あ、そうですね、つゆはこっからなんですよ。あ、つゆはこっから見て。しかもさ、あいつさ、はい、なんか茹でてる時さ、トイレ行ってさ、はい、手洗ってないっしょ、はい、俺マジっすか、マジ見てたんですよ。あれはね、トイレ行ってないんですよ、実は。あの鏡で、あの頭皮の炎症見てたで、めんつゆをガーッと。食べ方も混ぜて、食べ方はそうですね、混ぜるの嫌いな人もいるんで、そのまま。いや、嫌いな人いるんだって。俺だけだろ。いただきます。うん、これも茹でたてです。このまま、あ、そのままいってもらって。理想的な食べ方してくれるじゃないですか。俺も変わってないわ。ここに来た時点で誰も何も変わってない。悪意を感じるね、俺は。これやられてますか。悪意を感じる。こいつの根本の話だよ。精神のスピリチュアルの話だよ。スピリチュアル、あのマッチョとかの前にスピリチュアルの話。そうそう、精神の話だよ。叩き直そう。怖い夏の後半ですね。怖い夏の後半。怖い夏の後半。まずくなりようはないって。いや、美味しい。いや、ここは美味しい。あの、まあ、そうめんだもんね。だってそうめんに卵って合うんだもん。じゃあ、あの、ちゃんとうっせぇな、お前。もう食べんな。お前は黙って食うから。じゃあこれどうなんだろう、田中さん、成功か失敗。失敗。ああ、早いね。あとで私いただいちゃいますかね。いや、もうね、俺ね、コメントでね、料理で遊んでるとか言われたくないの。なるほど、なるほど。あのね、ちょっといいですか、はいはいはい、本当にこいつコメントの、はい、あの言うこと聞くんで、もう大バッシングしてください。マジでコメントでさーとか常に言ってるの。コメントはなんか聞くのよ、言うこと。すごい気にしてる。確かに。まあ瀬戸さん的にはまあ、いや、まあまあまあ、出せるもんは全部出したと。そうですね、もっと勉強していきます。はい、もうスピリチュアルみたいな。いやどうでした。僕のはね、とっても本当に美味しかった。いやいや、喜んでましたね、田中先生は。聞くんだ。このメンタリティ。見上げたもんだ。見上げたもんだよ、本当に。一個も変わってない。で、鍛え直しますか、これ瀬戸君を。いや、ちょっとね、やらないとダメだ。だ、逆に火つけたかもしれない。人間舐めてる、根本から。そのこと舐めてる。若い頃の俺に似てる。ダメ。今回の検証結果は、マッチョ飯を作るのは難しい。難しかったか。東京挫折組です。お願いします。